戦国最強の姫、海姫とは、忍城城を守り抜いた美少女の伝説。男子であれば天下に名を成す人物になっていただろう。戦国の時代に総評された美しい姫君がいました。名は海姫。豊臣秀吉の小田原攻めの際、関東で唯一落とせなかったと言われている忍城城の城主、成田氏長の娘です。海姫は東国無双と言われるほどの美貌の持ち主でした。兵法や武芸にも優れており、性格は男勝りだったと伝わります。何でも小田原攻めで忍城城を守り抜いたのは海姫だったとか。今回はそんな美しく勇ましい海姫の戦場での武勇伝を紹介します。小田原攻めの舞台の一つとなった忍城城、豊臣秀吉が北条氏を降伏させ天下統一した小田原攻め。この時海姫の父である氏長は北条氏の本拠地である小田原城にこもっていました。その間に氏長の本城である忍城も豊臣軍により侵攻されます。城主不在の忍城、忍城に向かってきたのは石田三成率いる豊臣軍、約2万3000人の大軍だったと言われています。一方城主不在の忍城には500人ほどの兵と女性含む3000人余りの農民。軍力の差は圧倒的でしたが、城代の成田康末を筆頭に成田軍の士気は非常に高まっていたため、豊臣軍からの攻撃に耐えていました。ところが当時75歳だったと言われている康末が発熱が元で突然亡くなってしまいます。康末は自身の嫡男成田長親を代わりに城代とする要遺言を残していたため、総大将花長親に援軍が押し寄せ、忍城ピンチ。この頃三成らは忍城を水の底に沈めようと準備を進めていました。しかしうまくことが運ばず、水攻めは失敗。その報告を受けた秀吉は忍城に浅野長政、真田昌幸、真田信繁らを援軍として向かわせます。城を守ったのは19歳の姫。大軍が本丸まで迫っているという報告を受けた総大将の長親は出陣の準備を始めますが、海姫はそれを止めます。そして自ら鎧を身にまとい、200人の兵士を率いて敵軍に向かっていきました。ついに門前で浅野軍と鉢合わせ。ひるむなと兵士らを奮起させ、海姫自身も成田家に代々伝わっていた名刀並切りで敵軍を次々となぎ倒します。そこに真田親子ら敵の援軍が駆けつけるも、海姫たちは負けじと撃退。圧倒的優位だった豊臣軍の城内への侵入を阻止し、海姫ら成田軍は勝利したのです。数少ない兵を率い城を守り抜いた海姫、当時の彼女の年齢は19歳だったと伝わっています。忍城は守り抜かれましたが、本拠地である小田原城が開城しました。結果忍城も開城し、三成に明け渡すことに。開城の際、海姫ら成田軍は民の拍手を浴び、堂々と城を後にしたと伝わっています。海姫のエピソード。戦中鎧を身にまとった海姫が女性であり、しかも美人であることに気がついた敵将。勝利の暁には我の妻にしてやろうと寝ぼけたことを言い放っていたところ、海姫が弓矢であっさり仕留めたというエピソードも残されています。謀反に巻き込まれ殺された義母の仇討ち。軍機物成田機に乗る伝承では、忍城開城後海姫と父氏ながらは蒲生氏郷に預けられます。そこで氏長は福井城の守備を一任され、領地を得ることができました。チチルス中の悲劇。氏長が出陣で城を留守にしたある晩、氏郷から与えられた家臣浜田将元とその弟の浜田重左衛門が謀反を企てます。約200人の兵を率い福井城の本丸に攻め入った浜田兄弟。氏長の妻をはじめ成田家の家臣らを次々と殺害しました。この謀反の知らせを受けた海姫は怒りに震え、たった数十人の兵を率い浜田らに反撃。
馬でに出ようとする弟十左衛門を甲斐姫は切りつけ首を打ち取ります。謀反を知った氏ながらが駆けつけ、兄将軍が籠城する福井城を包囲。将軍は城からの脱出を図りますが、待ち伏せしていた甲斐姫によって右腕を切り落とされ、生け捕りに。そして斬首の刑に処されます。豊臣秀吉に気に入られ側室に。これらの武勇伝を耳にした秀吉は甲斐姫を大変気に入り側室に迎えました。その後甲斐姫の口添えもあり、宇品が橋の付けの国烏山城の城主として2万石の大名になります。城を守り、身内の仇討ちを果たし、父を出世させた強く美しい甲斐姫。大阪城に入った後については明確な資料が残されておらず、謎に包まれています。いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。